YouTube I'm です。シムシティ続きやっていきたいと思います。ちょっとね、I'm ね、こう久々に動かすからね、どこまでやったか覚えてないんやけど。こういう感じでしょ？まあ、でもね、犯罪は結構減らしたはずなのよね。ほら。前と比べると全然もういい感じだけど、大丈夫っぽいね。ということで、今回はどうしようかな。まあ、やりながらやっていく感じなんですけど、毎回。アカデミーのアップグレードもしたいんですけど、これね、毎時のお金がね、ちょっときつくて、って感じで、今めちゃくちゃ悩んでおるよ。これ、ちょーだった。お金をね、ちょっと借りたんですよね。おー！やっと貯まった。返して。あ、でも毎時がね、増えたね。これで、警察の、あ、だいぶじゃない？うん、下がってってる。もうちょっとしばらく警察署このままにしといて、どうしようかな。大丈夫だよね。オッケー。じゃあ、どうしようかな。じゃ、本当は、ここですね。再開させたいんですけど。ここはね、もうね、赤字だから今ね、やり直すのが怖い。開くのが怖い。今の状態ちょっと怖いから、このまま置いときまーす。研究、どれだっけ？スカイブリッジや工学部が欲しい。これは？何部なの？あり、物理学部。物理学部を先に建てますか。でもね、ちょっともうちょっと街を発展させてからじゃないときついなと思ってて。あ、ちょっとね、減ってきてるんで、停止していきましょう。この停止した分プラスになるので。そうそう、別館も建てないといけないけど。とりあえずメガタワーを。うわ、一気に赤字になる。きつい。こういうことよね。一旦、一個ずつ停止していきましょう。なんか、一つのフロアが潤ったら、みたいな感じにしていったらいいのかな。もっと店ができないなら出ていくって言ってもこのまま一旦放置しましょう。じゃあ2個ぐらい。この2個あたりを再開させて。どうだろう、様子見ていきますか。このね、もうちょっと、高所得を増やしたいんですけど、そうなのよね。中所得に中所得を立てたい。ね、もっと店ができないなら出てくるみたいな感じだもんね。ここ全部10位だもんね。このさ、下の部分停止して、そう。この中所得の人たちを増やしていきたいので、ここ増やしていかないと、こっちにね、働きに来てほしいんですよね。どういう風にして高所得を増やすか、公園で見ますか。この辺に住まわせたいけど、そうね。
増えることが全くない。全然増えないね。ショッピングフロア立ってるからね、ここ。10位フロア立てたい。24,000、立てれんじゃん。え、じゃあ、低所得者はいいんですよ。完璧、ここ一旦止めますね。一旦ここ止めちゃいます。ここ開けちゃって、開けて、ここにですね。そう、中所得のやつを立てます。二つほど立てて、その上に高所得立てようかな。ここはね、今んとこ危険だね。だいぶ減ってるね。いい感じだわ。あ、ここもどんどん減らしてっちゃいましょう。あ、ダメだ。一個開けないと。もうちょっと平和になったらいいね。フロアの利益がマイナスだ。ここにお店建てればいいのかな？だいぶお金貯めなきゃ。あ、でも、ここ中所得建てれる。中所得の建てて、ほら、溜まってってる。労働者。で、その次から高所得建てるんで、いい感じになってってほしいんだけどな。利益出ないかな。あ、でも、ちょっとずつプラスになっていってるね。お金止まった。高所得、ボン、ボン。これで、何人ぐらい住むんだろう。でも、どんどん利益が上がっていってるから。またね、メガタワーがね、倒産ってか、ダメになっちゃったら、一気に赤字だよ。お、300人。こっちに来てほしい。で、もうちょっとお金貯めて、みたいな。もう一個建てましょう。ドーンと。建築。こっちに早くお仕事しに来てほしいね。道を作って。こういう感じ？だから、ここいらない。で、コレットのアップグレードしたい。アップグレードしたいよ。お、増えてきてる、最高。とりあえず物理学部作っとこう。お、ぴったりなんだけど。ゴー！立てました。これなんか、未来型都市作るのすごい難しいよ。なんかコツがあるのかもしれないけど、ちょびちょびやっていかないと、こうやって一気に立てちゃうと、大変。お、見て、いってるね。ってことは、この2個、とりあえず、この2個、開発しますか。リサイクル工場ね。そう、リサイクル工場を建てないといけなくて、ちょっと今ね、お金がたまらないといろいろ無理なんです。ゴミ収集車もう一個建てたいんですよね。
だがしかしなんですよ。ここにあるこれ、ドーン。もう一気にお金減るっていうやつね。ここにこれを建てたくて、で、リサイクル、ここに建てれないんだよね。まあ、仮のですよ。こうして、リサイクルの建てるときに、いや、暗くなるとわかんなくなるやつ。こうだとするでしょ？あ、全然いけるじゃない。で、この部分にですね、なんだ、ゴミ収集車を建てたくて、ゴミのところね、9000円、ボーン、いいじゃん。建てて、もうここはね、住民なくす予定なんで、そのうち。なんせ、ゴミがね、足りなくて、ゴミ足りんわい。ちょっと待って。こういう風にして。で、ここはですね、止めたいんだよなぁ。一旦、止めるね。止めました。で、こっちをね、メインにしていきたいので、で、リサイクルって いくらなんだろう。もうこれ貯めたところで、研究が終わらないと、あ、終わってる。アップグレードできるよ。アップグレードしましょう。で、メインはこれを建てたいんですよ。これはね、加熱されたプラズマによるゴミ原子分解ユニットは、どれだけ出るかわからないゴミの量を確実に完全にゼロ。もはや、そこにゴミは存在しません。いいよね。リサイクルに回すっていう仕組みにしたいんだよね。え？これを建てたいんです。ドーン。閉鎖しますけどね。で、合金ライン、ちょっと待ってね。ね、一旦これ崩して、合金。とりあえず、え？なんかね、家がね、ここを建つようにしてたので、しょっぺい家が建っちゃう。こんな感じ。あー、やばい。いつの間にかもうめちゃくちゃだ。メガタワー赤字だね。あと一個、高所得建てて、その上に教育フロアを建てようかなと思ってるんですけど、教育が必要って言ってるからね。高級フロアをあと一個建てて、で、次にって感じですかね。お金貯まった。ここにね、学習フロア建てます。学習フロアは、これか。ドーン！いった。これで多分住民さんも満足になるはず。うーわ、マイナスこっちも。やば。ちょ、待って。汚染されてんじゃん。ほら。じゃあ分かった。分かりました。わかりました。これ、ボーンって、これ立てましょう。ダーン。いいじゃん。そしたら、多分いけるんちゃうかな。
とね、コレットが来るまで。来た来た来た。これと13,000。あ、完璧動いた。あ、タンク必要なんだって。タンクがお金ない。悲しい。ほんまに今やばいよね。なんか消防署の人来てほしいみたいな感じになってるけど。ちゃんとした消防署建てろみたいな、そんな感じ。つらみー。はい。今回はですね、キリがいいので、ここまでにしたいと思います。ちょっと次回から立て直し作業を頑張っていきたいと思います。いや、ほんまね、難しいです、この年。あ、なんて言ったらいいんやろ。いや、もうなんか、フューチャーなんとか、フューチャー都市みたいな、こういうの、未来型都市、ほんまむずい。ということで、次回をお楽しみに。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタンぜひお願いします。じゃ、またね。